督、翔平は低めの球に対してアグレッシブになりすぎているドジャースブルワーズ。日時間7日、ロサンゼルスドジャース。大谷翔平投手は6日、日時間7日、4どころ地、ブルワーズ戦に1番指名打者で先発出場する。4日、同5日の4どころ地、ダイヤモンドバックス戦から自己ワーストの6打席連続三振を記録。デーブ・ロバーツ監督は、翔平は低めの球に対してアグレッシブになりすぎている。人は分かっていると思うと復調のポイントを語った。30歳の誕生日だった前日5日、同6日の敵地、ブルワーズ戦は、球審の判定に泣かされ、今季6度目の1試合3三振。6月28日、同29日の敵地、ジャイアンツ戦からの7試合で15三振となっている。翔平は、自分が何をやっているか、よく分かっていると思うとロバーツ監督。低めの球に対する見極めがポイントとなりそうだ。打率.312はリーグ3位でトップのパドレスプルファーと4厘差。64打点はトップで並ぶフィリーズボーム、ブレーブスオズナと6点差のリーグ3位となっている。再加速となるか。小谷真也、正也小谷。